とエンジンかけてたんですよ、はい、うん、あのエアコン切ったね、エアコン切ったの、エアコン切ってくる、エアコン切ってくる、うん、切ってくる、ちょっとプロの方のこの音聞いといて、社長ね、はい、この音聞いといて、はい、これあの測るやつあれば余計一発です、これがね、あのバスとかあのエンジンの音があるでしょ、本当に例えば2台置いておいて、片やエアやってエンジンやってあげて同時にかけるでしょ、何度この音が違うんだろうって、それで音が変わるとかで無駄な動きがなくなる、だから走りも伝達も全部変わるってことです、違うでしょ、じゃあいいでしょ、見ていいです、要は今までここにあった磁場、これ全部取るんです。携帯持って、さっき携帯やっちゃいましたでもね。これでもディーゼルエンジンなんかエンジン乗ったらストーンと下がる。なんかこの中でもいろんな磁場がね、NS がいっぱいある曲が。これが全部こうでもってエンジンかけてください。さっきよりは滑らかね、これでもう一回切ってもらえますか、これエンジンルームあるじゃないですか、これさっきステップと同じですわ、これ長いんですよ、これ触るだけでね、エンジンルームの中のアース、要は今までのいろんなあれがあるじゃないですか、あの磁場っていうのがあれが一瞬でもゼロなんですよ、これでやるとあのエンジンの音もっと変わるし、特にあのディーゼルエンジンだと音がめちゃめちゃして、バス大概ディーゼルです、これだけです、もう一回やってください、これがね、あのバスとかあのエンジンの音があるでしょ、本当に例えば2台置いておいて、片やエアやってエンジンやってあげて同時にかけるでしょ、何度この音が違うんだろうって、それで音が変わるとかで無駄な動きがなくなる、だから走りも伝達も全部変わるってことです、違うでしょ、じゃあいいでしょ、見ていいです。